どうもこんにちは。こちらですね、僕がいつも使っているデスクトップパソコンなんですけども、狭い小屋でも場所を取らずに使いたいので、こういうふうにね、壁に固定して使ってるんですよ。こんな感じでね、モニターアームを使って壁に固定してモニターを使ってます。まあこれ非常に便利でいいんだけども、ちょっと一つ問題がありまして、このモニターアームこういうふうに前後には動くんだけども、この画面のこっちのこの回転ができないんですよ。だからこの位置ではぴったりとまっすぐになってるかもしれないけども、こういうふうに伸ばしたりするとちょっと狂ってくるんですよね、軸がこう。でちょっと画面が曲がったりして、でこの画面回転機能がついてたら、そのちょっと画面が歪んだりしたらちょっと回転して直せるんだけども、これ固定式なんで、こう画面が傾いたまま作業しなきゃいけなくなるんですよ。こんな感じでね、ほら見てもらえばわかるけども、このポジションなんかに持っていくとだいぶ曲がってない？画面。これでね、やっぱり作業するとちょっと、なんていうのかな、平行感覚がおかしくなってきて具合が悪くなってくるんですよ。だからね、今回もこちらのモニターアームは、使うのをやめて新しいやつを買ってきました。Amazon Basic のモニターアームを買いました。ちょっと開封しましょう。おお、こんな感じか。なんかね、以前エルゴトロンっていうモニターアーム使ってたんだけども、あれと作りが似てるね。こんな感じで多分動くんでしょうね。ちょっとね、取り付けてみましょうか。とりあえずモニターを外す。設置し終わりました。こんな感じでこう高さも変えられるし、あと前後にも動かせるし、でさらにこう角度が変えられるっていうね、こう自由自在に
自分のお好みのポジションに持っていけるようになりましたね。なんか以前使ってたそのあれが効かない、調整が効かないアームは確か3000か4000ぐらいだったんだよ。で今回買ったのが、1万円ぐらいだから、まあやっぱりちょっと割高なんだけども、でもね、全然こんだけ自在に動いた方が使い勝手もいいし、あとやっぱ質感も全然違うんだよね。こっちの方がやっぱしっかり作られてる感があるから、多少は高いお金出してもこっちの方最初に買った方が良かったかなっていう感じですね。これでね、また快適に、パソコン作業ができるっていうわけですね。それじゃあ今日はね、モニターアームを壁に取り付けてみるという動画でした。